はい、ライブスタート。イエーイ。お、オッケー、オッケーにしますね。あ、はい、あ、まだなの。オッケー、イエーイ。始まりました。はい。はい。前頭もね。はやとラジオ、はやラジイエーイ、始まりました。はやとラジオ、はやラジということでですね、今日テンションね、やけに高いです。というのもですね、今 LINE で来てました。株式会社原稿工業の社長のね、はい、原稿正勝先輩からですね、ラジオ今日初めて聞くよっていうことで、初めて聞くんですか、初めて聞くよって LINE 来てます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、社長、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということでね、はい、バギさんね、はい、この原稿工業さんあって最初にね、そうでした、スポンサーなっていただいて、このハヤトラジオ今じゃもうたくさんの方々の協力のもと、はい、させていただいております。ありがとうございます。今日この頃ね、はい、8月25日木曜日、はい、旧暦7月23日大安ですよ、はい、今日のゲスト大安にふさわしいゲストでございます ね、はい、もうめでたい、はい、めでたい、めでたい、めでたい、ゲストを今日はね来ておりますね。あ、すごい、すごいテンションですね。今日テンションね、もうゲストがすごいんで、もう負けないように、はい、負けないように行きましょうか、はい、じゃあバンキさん、はい、自己紹介お願いします。はい、それでは、うん、皆さんお世話になっております、はい、原稿工業の社長さんもありがとうございます、はいはい、うん、宇宙戦艦ハヤトの乗組員をさせていただいております、ピエロのファンキーと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。イエイ、イエイ、ということで関さん、はい、こんにちは、はい、やけに高い2人でございます。そうですね、はい、僕も宇宙戦艦ハヤトのありがとうございます、クルーとしてありがとうございます、お邪魔させていただきたいと思います、はい、お互い非常勤ですけどね非常勤ですね、はいはいはい、先ほどからですね、ゲストの方とですね、はい、さっき打ち合わせしたいんですよ、はあ、それ打ち合わせの途中にゲップしやがってですねなんか焼肉の匂いしてるんですよさっきからいいもん食ってるんですよ本当に、はあ、ハヤトさんも昨日いいもん食ってましたね。そう、ということで、あのサイドウェイズさん、はい、こちらの近くで、ね、300g のステーキ、はあ、ペロリです。ケビン、はい、若い若い、ケビンが食えということで、はあ、あの炭水化物はちゃんと抜きました。あ、抜いてね、はい、ね、よろしくお願いいたします。若いす、はいはい、はい、ということでファンキーさん、はい、なんかもう昨日でしたっけ、はいはい、嬉しい話がまたそうです、うん、大変嬉しいお話を、うん、はい、じゃあ今発表させていただきます、はい、ハヤトラジオに新しいスポンサーついていただきました、はい、その名も琉球守護伝説しもじというところで、もう皆さん分かると思いますよ、守護伝説はね、はい、飲んだ時にはこれ飲めば一発で効くという、ね、そうなんです。そしてこれはもう健康食品ということですので、まあ、うん、飲まない方でも健康になるわけなので、うん、はい、まあ、そういうところはね、これからおいおいと私が説明します。お酒だけじゃなく、はい、ね、しっかりこう飲んで健康にもいいという、はい、そうなんですよ。なんかお酒飲まれてる方が体調のために守護伝説を飲み始めたら、はい、お酒を飲まない時よりも体調が良くなっちゃったっていう、じゃあ中野町の皆さん、サウスキングダム中心のですね、はい、ね、はい、一郎プロデューサー皆さん中心にですね、またぜひぜひぜひとも飲んでいただきたいなと思います。辛いより楽しい生活を皆さんで選択しましょう、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ということで、原稿社長から来てます。初めてじゃないよ、時々聞いてるよ、苦笑いということで本当ですか先輩、ありがとうございます。はい、ということで、ちゃんと聞いてますね、ありがとうございますね本当にですね、今日のゲストもう早速ですね、はい、次のコーナーでご紹介したいと思います、はい、それでは次のコーナーです、どうぞ。小座のど真ん中、さあ始まりました、小座のど真ん中ということでですね、はい、もうこの小座のど真ん中のコーナーもですね、うん、もういろいろ沖縄市、まあ、沖縄市最近だけじゃなくですね、沖縄全島のお話をさせていただいておりますね、うん、はい、まあ、でもその沖縄市のど真ん中、小座十字路の近くにある今回音市場というね、はい、3階にあるミュージックタウン3階にあります、はい、そのイベントをですね、うん、今日は告知に来ていただいたゲストですので、はいはい、まあ、その前にファンキーさんからまた、うん、この番組の番組、そうですね、うん、はい、この番組ではメッセージを募集しております、うん、はいはい、うん、メールアドレスは761@fmkoza.jp、はい、
ファックスは 098-934-8653、うん、また、はい、FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動しております、はい、ということで皆さんツイートをよろしくお願いします。ということで早速メールが来てます。さやかさん、ドリルの彼女、あ、失礼いたしました。はい、もう早速びっくりしておりますが、はい、じゃあ今日のゲストご紹介いたしましょう、はい、赤コーナーよりトリンドリル正幸選手入場です。あ、皆さん、うん、すいません、ごねえ、ドリル、もっとさ、なんかわーとかガーとかさ、はい、俺がドリルみたいなさ、もう一回、関さん、もう一回、あの、これ、一郎亮太、もう本当に、両親なんか怒られるよ。あ、すいません。もうちょいね、上げていくよ、はい、じゃあ、はい、関さん、もう一度いきましょう。はい。コア6回メインイベント赤コーナーよりトリンドリル正幸選手入場。なん、まあ、すいません、ごめんなさい。もういいよ、はい、自分で紹介したい、はい、よいよ、はい、いいよいいよ、ラップは次、はい、もう、はい、どうぞ。すいません、はい、ちょっともうお騒がせしてます、うん、トリンドリル正幸こと高安正幸です、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、正幸、はい、もう暑そうだから、はい、これもエレメンツさんのうちわあげる、はい、エレメンツさんの、はい、うちわ、エレメンツさんのうちわで煽っといてあげますよ。ありがとうございます。あ、こっちには向けないで、さっきゲップしてからさ打ち合わせ中になんか何食べたかったけど、3人前の焼肉食べてきましたすごい、15分前にお腹見てください、これ、それだけの体してらっしゃいますからね、本当に。ということで今日はですね、何の告知で来たのかちょっと聞かせてください。はい、そうですね、地下格闘技イベントのコア、うん、はいはい、第6回、9月4日行われます、うん、で今僕の成績いきなりなんですけど、いいんですけど5連勝中ですね、うん、で追加では6連勝になります。お、はい、でもういろんなもうファイターがいて、うん、もうそれなりのもう本当試合も見れるんで、もうとっても面白いですね、うん、はい、はいはいはい、いや本当にこのイベントですね、はい、自分も MC、ね、はい、させていただいておりますが、はい、正幸の試合とっても盛り上がります。そうでしょう ね、 本当にね、愛されキャラですからね。そうまあ、実はこのイベントですね、はい、中部の、ね、一郎、そして浦添の、ね、また亮太というふうに言いまして、はい、また南部、まあ、彼がまた見ていたりして、うん、中部は一郎、また石川の、ね、はい、両人とかね、まあ、いろんな、まあ、関係者がたくさんいる中で、はい、このイベントやってまして、はい、前回名村ホールでやったイベントなんて、うんうん、1000名超えですよ。はー、すごいですよ。すごいですね。おお、もう本当にすごい、沖縄でもナンバーワンって言ってぐらいの地下格闘技イベントでございますね。はいはい、そのもう、うん、まあ、メインというかですね、うん、ドリルはもう、はい、なんで笑うの、はい、今。笑うとこだったから。すみません。まあ今後もっとメインになっていくような選手というかですね、はい、メインの前の前の前のぐらいな感じでね、はい、いつも試合をしてね、はい、今回ももう相手って決まったのか。あ、もう決まってますね、うん、はい、まあ、対戦表がまだ一般に発表されてないので、うん、言えないんですけど、はい、まあ、バチバチの盛り上がり。ちょっと待ってください、はい、一郎プロデューサーから LINE が入ってきました、はい、正幸に即興ラップ行ってくださいということで、はい、ということで、じゃあ即興で、さっき紙に書いてたのは僕が没収しますんで、はい、嘘、冗談です。大丈夫です、はい、じゃあなんかファンキーさんに手伝ってもらいたいっていうのが、あ、じゃあファンキーさん、はい、適当でいいんでメッセージね、口で、はあ、その口でなんかパパパパ言ってください、うん、パパパパボイスパカッションみたいな時に、はい、はい、ま、パッパッパって感じ、まあ、なんでもいいです、はい、はい、ほんじゃ、はい、せーの、うん、はい、せーの、はい、えヨーヨー、このリズムに乗せてファンキーのファンキーなミュージック乗せて俺が歌詞を入れるぜ、イエーイ、よよよ、一郎さんいつもありがとう、浦添のひろきさんいつもありがとう、亮太さん元気してるか、調子はどうだい、フォアはどうだろう、面白そうな試合、みんな足運んでくれ、これからもっともっと盛り上げるぞフォア、っていうか焼き鳥エイリアン調子はどうだい、売り上げどうだい、儲かってるかい、焼き鳥エイリアンみんなで行こう、エイリアン、イエーイ、緊張しますね、即興は。一郎ピーカー来てます、こいつ嘘ついてるよ、最近試合負けたって来てます。ちょっとうまくっていう別イベントでちょっと負けました、はい、うまくってありましたね、ありました、まあね、はい、まあ、ありました、那覇でありましたが、はい、まあ、ということでもコアは全勝中ですよね。あ、そうですね、全勝中です、はい、ラッパーの割に滑舌悪いですね、はい
あもうということで、あの石川の両親の名前が出てこなかったけど、あすいません両親さん結婚式の迷惑来ました、すいませんよろしくお願いします。どんな迷惑聞きたいな、そのいやもうちょっと前段ぐらいのギリギリのラインで踊りました。もう一人あの赤峰健二っていう人がいましたね、はい、あの健二僕の兄貴分ですね、そうそうそう、はい、兄貴分一緒にね、はあ、合同でやっちゃった、そうなんです、はい、大変盛り上げていただきましたがね、あのまた、はい、途中でね、知念さんって出てきました。あ、知念さんね、ひろきさんね、はい、ひろきさん、あの社長ですね、あの、はい、焼き鳥エイリアンのボスです、はい、もう本当目がもう鋭くて一度見たら本当に忘れきれないぐらいのはい、ちょっともうもう初めての時見た時はもうビビッときて、ビビッときた、もう男性なんですけど、なんか、うん、この、はあ、なんか惚れてしまう、惚れるみたいな、まあはい、はい、あ別にホモとかゲイとか僕はじゃないんですけど、はい、誰も言ってないです、ね、あまあ、はい、すいません、はい、じゃ気になる焼き鳥エイリアン、私気になる、すごい前から知ってるよ、そう焼き鳥エイリアン、もうほんはい、うん、そうですね、いろんな味が楽しめて、おもはやもう身も、はい、宮健総長もね一緒に、はい、なんで笑今宮健総長って言ったら今笑ってましたが、はい、誰かあの僕よりキャラが濃いの濃い先輩がいてあの浦添のね、はい、その人が宮健総長ですね、はい、総長、はい、もう本当にあの焼き鳥エイリアン最高ということでね、ツイキャス来ております、ありがとうございます、ね、メール来てますね、さっきさやかさんからメールって来てたんです、うん、カバンあれカバン置いてきたの、あありますカバンに、はい、あのねドリルとさやかってこのなんか、ね、はい、花がさマークでついてたんですよ、はい、これは彼女、あこれはあのキャバクラの女ですね、はい、どこの、松山にあります、名前は伏せときます、はい、この際行ったらいい、はい、ということでね盛り上げていただいておりますが、本当にね、ドリル、まあこんなこうなんていうんですか、元気でですね、いつも試合も盛り上げてくれて、うん、すごくこうね、うん、あるんですが、まあこの後ね、うん、少しまた詳しい話をね、はいね、聞かせていただき、今日はうるま市から来たんだよね、あバスで、はい、乗ってきました、そうウルマ市、今、はい、映像で見てる方、ね、はい、ありがとうございます、イエーイ、こう見えてですね、実際1986年まで7月8日生まれね、那覇の日に生まれた、はい、現在、はい、30歳、あら、はい、若い、もうね、はい、まあ、年を取ってますね、年を取ってるということで、はい、ということで、もっと年取ってる言葉で言えるからね、はい、次のコーナーでですね、はい、もっと正幸のですね、はい、コアな部分をですね、コアな部分をもっともっともっと、ね、聞きたいね、聞きたいと思いますので、はい、じゃあ次のコーナーに行ってみたいと思います、はい、CM、これは映像は残ってるんで、はい、また映像に残してもらって、はい、はい、じゃあ会話は残ってないの、会話は残ってないです、ああそうか、守護伝説さん、いえ守護伝説ありがとうございます、ありがとうございます、焼き鳥エイリアさんにも置いてくださいよ、守護伝説、そう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 、ぜひ、はい、でまた我々も行ってね、うん、エイリアさんで飲んで、はい、守護伝説と写真撮るっていうのやりますね、うん、お願いします、ね、はい、ね、全店舗制覇しましょう、はい、30なんですね、うん、若いですね、無理が効く年齢ですね、はい、うん、はい、お、何来てます、一番上ですね、761の件名で、あ、どれですか、どれを見ればよかったですか、ヘンリーがお届けする音楽の街講座、はい、ということでですね、うん、ヘンリーがお届けする音楽の街コザということでですね、はい、まあ、ヘンリー、まあ、コザのニックネームでございますがね、はい、ファンキーさん、はい、まあ、ヘンリー、このコアでもですね、うん、ヘンリーという名前で、なるほど、させていただいています、うん、意外にドリルも、はい、ヘンリーさんって呼んでるけ、早くさんだっけ、どっちか、あどっちでも、はい、どっちでもね、はい、まあ、ということで、ヘンリーという名前で、うん、音楽の街をこうね案内しておりますが、うん、本当はさっきこの場面でラップをしてもらいたかったんですが、はあ、やっぱラップといえば即興じゃないですか、はあ、本当紙に書くなんてタブーなんですよあのいつものやつ行きましょう、じゃあもう一回あのファンキーさんよろしく、もう一回じゃあパパパパ、関さん、行きたいと思います、コア6盛り上げていきましょう、ユリナさんから来てるぜ、イエーイ、さあこれから始まるトリンドリル正幸のラップ、yeah! Yeah! みんな聞いとけよ、チェックワンツーイエーイ、よよよ、またいきなりラップ、ここらで披露するぜ俺の前回のラップ、あすいませんもうちょ本当すいません、一応緊張してて、すいません、生まれてくるのも生まれてこないです、オラから
こんな面白いの初めて聞きました。はい、ということでまた一郎 P から来ております。まさゆきに酔っ払ったら誰が一番こ怖いか聞いてみてて、一番誰が前このねなんて石川のさっきねピンドンのねピンドン誰だっけ誰だっけあじゃない新さんじゃなくてすいません緊張しておりますいやなんていうのかな三宅さんと前ケンジをこれ2次会この上だったんです。実は関係者の皆さん2階でですね両親のこの結婚式2次会やったんですが、はい、実は自分の車で赤嶺健二と三宅先輩後ろに乗っけてから送ってきたんですけど、漫才ですよ。本当に健二が健二は自分一人で思い出して笑って、健二眠そうなんですけど、もう三宅さんが隣に座って、うん、おいお前寝んじゃねえよって、あやつさんが運転してるのにお前先輩が運転してるこうなって眠るようなやつダメだろうとか言って、しょっちゅう寝たら起こされて寝たら起こされてもうコントのような感じですね。ケンジさん洗剤あまり使わないでください。バイト先で迷惑してます。はい、じゃあ、はい、ということで誰が一番怖いかということで来ておりますが、誰が一番怖いの？最近ですね、うん、急激に、うん、急激にこのもう一郎さんが攻撃的になり始めてちょっと実際に結構やられますね。実際にやられちゃう。はい、いやいや、でも一郎はさ、俺思うんだけど、とっても愛情がある。はい、ね、愛の愛の鞭ってわかります。そうそうそう。だから無知がちょっと痛すぎて、はい、はい、痛い痛いです。若干震えておりますが大丈夫。ちょっとこのラジオ出た後がちょっと襲撃されないか心配。これピーだよピー。あ、すいませんすいません。はい、ということで正幸緊張しすぎ、また誰か来ておりますね。そして、ドリルさん、ハヤトさん、焼き鳥娘です。あ、これからも焼き鳥エイリアンよろしくお願いしますって来てます。はあ、誰ですか？はい、バイトリーダーのゆりなさんです。待って、しんさん。はあ、あ、もう出た。すいません、しんさん。あ、ドリルのありがとうございます。石川からどうもありがとう。うましいよね、しんさん。見に来てくれてる。うわ、嬉しいですね、本当に。ありがとうございます。嬉しいです。はい、この後また宇検ビーチの方でね。はい。ビーチで、宇検ビーチのちょっと宣伝もしてよ。宇検ビーチでこのジェットスキーとか、もういろんなマリンスポーツを、もういろもう格安で乗れるところが宇検ビーチなんですよ。そこで、しんさんが働いて、で、いろいろ乗らせてもらいました。で、ここでもちょっと病気も良くなってきて、はい、ちょっと話が出てくるんですけど、まあ実は僕はちょっとまああまり言いたくないんですけど、じゃあ言わないです。あんまり言いたくないですけど、言いたくないけど、まあ、まあ、はい、ちょっと精神的な病気を持ってて、まあ手帳を持つくらいのレベルですね。はい、いや本当に、はい、全然わかんないね。そう、はい、だけどそれを今この格闘技イベントコアで、まあ、克服、はい、もう本当にで、中というか、はい、さっきファンキーさん来る前にゲップした時の話ですよ。あの時なんか医者がびっくりするぐらいすごい回復力だっていうことでね、はい、まあ、そうですね、はい、言ってたんでしょ先生が、はい、言ってました、はい、おということで何どういう病気って何、どういうことなの？まあ、パニック障害とうつ病と統合失調症とか、はあ、まあ、14歳からちょっと抱えて、うん、まあ引きこもりも結構味わったし、うん、成人するまで、まあ、14歳から、まあ、成人はアル中とかも戦ったし、うん、まあ、いろんなもの戦ってるんですけど人とは戦ったことなくて、まあ、結構その格闘技を、まあ、29か28よ、これをラップに乗せて正幸第3弾いくぞ。いやいや、俺の人生の第3章の物語を少し話そうかっていうか、今からリズムを誰かください。イエーイ、タンタン、よいよいよいよ、ちょっと賑やかなってきたぜ今この状況、本当にこの後何されるか分からない状態。イエーイ、はい、ということでメール来ているということでございます。はい、気を取り直してメールに行きたいと思います。ラジオネームピンク22さんからいただきました。ピンク22、はいはい、沖縄大好きピンク22です。はい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 、先日ファンキーさんと出会い、はい、一目惚れしちゃいました。わお、かっこ苦笑い。9月の来沖予定はなかったのですが、はい、FM 小座に乱入させていただきますので、はやとさんとお会いできるのも楽しみにしてますということで、ピンク22さんからいただきました。ありがとうございます。イエーイ、ピンク22待ってます。こういう形でね、はい、このハヤトラジオ、すごい出会いでしたよ。すごいこの広がりがね、はい、すごくファンキーさんの広がり、はい、またヘンディもね、少なからず今お友達ね、ドリルもこのイベントを、はい、
僕が MC してなかったら繋がってない、うん、そうですね、はい、ファンキーさんもラジオを通して今度なんか全島で何かやるみたいな話、はい、ありがとうございます、はい、ではこの場で大丈夫でしょうか、はい、どうぞどうぞ。さあ、この週末は全島エーサー祭りありますよね、うんうん、その中の一つのイベントとして、はい、FM コザから、うん、現場にですね、はいはいはい、FM コザブースに来まして、うん、どうしたんですか、ラップやってるんですか、ラップをね、あ、いえ、あ、いや、あの、FM コザのブースの前で自分あのステージをさせていただくことになりました。はい、これが、日曜日のだいたい夕方5時ぐらいからあるのかなと、うん、いうことになってますので、うん、ぜひ皆さん全島エーサー、ついでに、ついでにじゃないか、 FM コザのブースまでね遊びに来ていただいて、イエーイ、またここで LINE 来てます、すごい、はい、マサユキやっぱ人気もんだね、うん、やっぱね、ま、この LINE でも本当にライブで来ております。マサユキにっていうことで、はい、石川の良人くんからまた来ております。マサユキ差し入れにマックのハンバーグをですね、15個持っていくぜ、イエーイ。あ、良人さん毎回ありがとうございます。あのしっかり名護の、マックに取りに来てということでございます。すいません足がないんでちょっと次回ということで、はい、まあ冗談でございます。今日ここにバスで来たんだっけ。あ、バスで来ました、はい、はいはい、ということでね、まあ半額ですね、自分たちの身分は、はい、そういうことでございますがね、はい、本当にまあ土日はあの焼き鳥エイリアンでアルバイトして、あ、そうです、はい、平日は何してる。平日はあの事業所コンパスっていう、あの、はい、この事業所で A 型支援センターなんですけど、うん、はい、そこで山城さん、あの崎原さんにお世話になりながら、はい、働いてますね。山城何さん、今ちょっと下の名前、山城ちょっと忘れました。今休んでるんですけど、また来週火曜日ぐらいからちょっと復帰する予定なんですけど、はい、山城智美っていう人もいるけど、はい、男性ですね、山城さんは、はい、はい、めんどくさい、めんどくさい。その話はね、よいよ焼き鳥エリアン調子どうだい。いや、すごいね、いいね、頑張って乗ってきたぜ、来ましたよ。はい、ということで、良人さん OK、 あ、リクエスト、はい、デカの曲お願いします。はあ、ちょっとし、あ、あ、ちょっとわからないんで、すいません。あ、さあ、しん、はい、さんも聞いているということでね、もう LINE も来ておりますね。あ、来てますね、はい、はい、ということで、ありがとうございます。コア、もう来週だね、全島終わって、うん、全島もあるけどコアも終わらないと沖縄の夏は終わらないということでございますね。なるほど。9月4日、うん、で、時間ね、言ってたさ、時間何時からなの。時間はだいたい5時半か6時、うん、あぐらいから集まって、結構大体なんですね、はい、あのいつもね、はい、16時会場のですね、17時開演スタートとなっておりますがね、はい、まあドリルがね、いろいろね、はい、盛り上げたりしてくれるのでね、トマヤさんいつもありがとうございます、盛り上げてくれて、あの、はい、トマヤさんプロデュース、裏のプロデューサーがいて、うん、その方が結構モナハのあれで、まあボス的なことで、まあ、その人が結構いろいろ衣装とかも準備してくれたり、うん、してる方ですね、はい、うん、あの誰の話してるの。あ、トモヤさん、つながトモヤ、あ、ちょっと本名はちょっとあんまり、あー、しピーだったね今のね。いやいや冗談でね。まあでもいや、いろいろこうね、本当にこうやってね、僕もいろんなね、那覇、那覇だけじゃなくて中部のメンバー、そして北部、うん、名護、やんばるまでですよ、はい、これぐらいのこう本当にメンバーが集まるんですよ。すごい ね、 ね、それだけネットワークが、ね、うん、できるようなこのイベントなんてそうないんじゃないかなということで、え、9月、音市場、4日ありますが、うん、はい、なんと11月は、うん、石川の闘牛場でございます。そうですか、うん、もう決まってる、まあ一、ね、あの9月朝でもう11月石川の闘牛場でございますのでね、その時にはまたぜひとも、まずは9月見に来ていただきたいなと思います、うん、よろしくお願いします。はい、今日はあっという間の30分、うん、何が笑いしようですか、ね、いや早かったなと一瞬ですね、まあ、早いでしょ、はい、もうあっという間でございました。ドリルさん頑張れって来ておりますね、ありがとうございます。いいものですね、ドリルさん、はい、うん、ということで、ね、ファンキーさん、はい、なんかドリルになんか聞きたいこととかあれば。聞きたいこと、うん、彼女はいるのとかいないの。彼女さっき話してた人でしょ、うん、え、違うな、彼女はもう10年以上ぐらいないですか。でもね、すごくない、こんなね、うん、頑丈な肉体してて精神は弱いっていうか、あ、まあ、はい、そう、だから今からね、まあ、もっともそう、もっともっと、でも、はい、やりたいことで強くなってるっていうのを、そうですね、はい、このドリルさんがみんなに見せてるっていうことだから、はい、うん、これはすごい格闘技だと思います。 すごいんだよコア、すごいです、ね、コアね、そのなんていうんですかね、表もあるけど裏もあるみたいなね、うん、まあ結構裏ももういろんなも物語があるんですけど、これは言わないで、はいはいはい、危ないのでね、はい、本当にね、ピーって本当になっちゃいますよね。はい、一郎、今回コア3次会場4次会演ですってありますが、すいません、訂正します。本当ね、
はい、ということで先ほどですね、サイドウェイズのお話しさせていただきましたがね、青井さんから電話来ておりますがね、はい、以上です。青井さん今ラジオ中です。電話ダメですよ、生放送ですからね。はい、そうそうそう。はい、ということで今回は試合が多いので16時開始ですということ、ありがとうございます。しっかりみんな聞いてくれてます。はい、はい、じゃあ16時開始でいきたいと思います。まあ16時開始がね、まあ、ちょっと遅れるかもしれませんが、はい、はい、ドリル今回の試合に向けて、はい、またノーガードでバチバチの殴り合いをするんで、まあ、今回はもう倒れないと思うんで、じゃ倒れません。お、見てくださいみんな、前へ前へ、ひろきさんの言葉信じてます。ありがとうございます。イエーイ、素晴らしい。まあ、リョータは聞いてないのかな、裏声だからね。まあ、今後ね、あ、なんで笑ったリョータでしたからね、大城リョータっているんですけどね。はい、ということで、今日はもういろんなゲストね、いろんなもう LINE にも参加してもらって、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日は、ね、3時会場4時開演でございます。パンキさん、はい、スポンサー、はい、守護伝説さん、守護伝説様、うん、そして株式会社原稿工業様、はい、そして沖縄健康サウナさん、はい、そして化け猫さん、はい、そしてエレメンツさん、エレメンツさん今日行ってきましたよ、エレメンツさん、はい、そして、はい、他に、はい、行水、行水、あ、行水、そう、そしてピザコービーさんね、イエーイ、いっぱいです、皆さん、はいはい、感謝、ありがとうございます。焼き鳥エリアン、はい、焼き鳥エリアンさんもぜひよろしくお願いしますね。あの、今度行ったらサービスするということでございます。あ、エリアンさんに集合伝説を置きましょうね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日のゲスト、トリンドリル正幸くんでした。皆さん9月4日あ、音市場ぜひ来てください。今週末ゲスト A さんです、はい、よろしく、よろしく、みんな、なんか、はい、最後に、はい、最後にラップ、よいよいよ、ありがとうみんな、沖縄市から世界へ届けこのラジオ。そして最後にメール来てるぜ、赤嶺健二よりって来てます。いや、健二さん洗剤使いすぎ。健二洗剤使いすぎんなよ。はい、 OK、 残ってるよ、はいはい、はい、いや最後最後、はい、ポーズ決めて、はい、イエーイ、はい、終了、イエーイ。